さて、県内では先月から週間の陽性者数が前の週を上回る状態が続いています。県医療センター厚生館では、オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの集団接種を行っていますが、全国的な感染の広がりに伴い、先週から予約が増えたということで、県は今日から今月の追加予約を受け付けています。追加枠は1,250人分を予定していましたが、 すでにいっぱいになった日もあり、現在予約できるのは19日、26日の土曜日の日中と22日火曜日の夜だということです。予約はウェブ、LINE、電話で受け付けています。詳しくは県のホームページをご確認ください。